ナンシー・ウォーカーはアメリカ合衆国の女優、映画監督である。1922年にペンシルバニア州フィラデルフィアに生まれる。父親のデューイバートはボードビリアンだった。その関係から幼い頃から芸能に携わる一方、地方を転々とする生活を送る。1941年にベストフットフォワードという作品でブロードウェイデビュー。 同作品は1943年に映画化され、ウォーカーもそれに出演。それが映画デビューとなった。その同年には、ミッキー・ルーニー、ジュディ・ガーランドら主演でミュージカル舞台、クレイジー・ホーユーの映画版、ガール・クレイジーへも出演。しばらく下積み生活が続いた後、1956年に出演したフェニックス55と1960年の ミュージカル舞台ドレミにおいてトニー賞にノミネート。彼女が出演したミュージカルナンバーのいくつかはレコード化もされた。舞台で活躍すると同時にドライでインパクトのある個性を活かしテレビや映画などへの出演も徐々に増えていき、様々なテレビドラマやシットコムに出演。1970年代に入るとジェームズ・エル・ブルックスが手掛けたローダや ロックハドソン主演のドラマ、所長、マクミランなどの人気シリーズへも出演し、同作品では、エミー賞にノミネートされた。その他、これまで、ゴールデングローブ賞には4度ノミネートされ、エミー賞にも7回ノミネートされている。1976年には、短い放送期間ではあったが、自身の冠番組、ザ・ナンシー・ウォーカー賞が、 アメリカンブロードキャスティングカンパニーにより制作された。映画では特にピーター・フォーク、マギー・スミス、アレック・ギネス、トルーマン・カポーティラ豪華出演者が揃うコメディ、名探偵登場での難聴のメイド役でも知られている。女優としての活躍だけにとどまらず、1980年にはロックバンドのビレッジ・ピープルの誕生からデビューまでを描いたミュージカル、ミュージック・ミュージックを監督した。 当時若手だったスティーブ・グッテンバーグやバレリー・ペリンラを出演者に据えた映画だったが、第1回ゴールデン・ラズベリー賞に7部門でノミネートされてしまった。しかし、オーストラリアではそこそこ成功を収めたほか、現在ではカルト映画としてにわかに人気を博している。これまで2度の結婚歴があり、2度目に結婚したデビット・クレイグは音楽劇の講師だった。 二人は一人娘を設けており、彼女はコピーライターとして活躍していたが2000年に他界している。1992年にウォーカー自身、肺がんを患ってロサンゼルスの自宅で他界した。69歳だった。ありがとうございます。